リュジニャンは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、ビエンヌ県のコミューン、ボワティエの南西、約2 5トルのところにある、フランス王国がサンジャン・ダンジェリとリュジニャンを領土に組み入れた。ユグの戦争中、ロアンシシャクル2世がリュジニャンを掌握していたにも、かかわらず、1575年に、モンパンシエコー、ルイ3世が都市を包囲し飢餓に追い込み、陥落させた。 中世の砦であったリュジニャン城は、リュジニャン博の妻メルジーヌが建てたという伝説が残る、リュジニャン家の本拠地であった。この城は、ベリー公の糸も豪華なる、自動書に登場する。1574年、城は砲撃を受け破壊された。原型のスケッチ画が、フランス国立図書館に保管されている。ルジニャン住民が自らを、メルザン、またはメルジーヌと呼ぶのは、 ルジニアンケのソーメルジーヌに関連している。ゲルデレリジョンミーケル P308 ジェンタイル SURLESITEHABITANTS.FR カンサルトル27-09-2008ありがとうございます。